前回の王、吉祥寺。全く関係ありません。金鉄一行は東京駅から東海道線に乗車。謎の課金でグリーン車へ。しかしそこで待っていたのは緊急停車。果たしてこの後どうなったのか。詳細はこちらをご覧あれ。ここはどこ？大船だよ。前回横浜で終了したよね。クロスフィードを探していたら大船ついていました。その間の録画は？ありません。ってことで今回はクロスシートで茅ヶ崎まで行きましょう。3区間だけなの？そういうことそういうこと。てかよく見つけたね。そう、実は大船で降りそうなファミリーを見つけたから近くにいたら予想通り。途中で切るなよ。まあまあ、行きましょうや。ナイボーリング。こういうなんもない景色を撮るのっていいよね。電風車的には喋ることなくて最悪。やめたいよ。間もなく列車は藤沢駅に着きます。そういえばこの駅って折り返し設備あるんだよね。そう、この藤沢駅には折り返し設備があり、前には藤沢始発の列車が朝にあったそう。さらには緊急時の折り返し用に機能しているらしい。へえ、湘南台。藤沢始発は小田急と江ノ電だけじゃなかったんだ。そうなんだよね。けどなかなか見れないから見れたらラッキー。見た時はダイヤが乱れてるってことだけどな。ってことで藤沢駅到着。ちなみにここから相席になりました。ここの駅メロ好きなんだよね。金鉄。列車は茅ヶ崎駅に到着です。ここの駅メロはサザンオールスターズの曲だよね。そう、めっちゃいい曲なのよ。聞いてみて聞いてみて。なになに。金鉄、あのタイミングは許せん。まあまあ落ち着いて。この旅ももうすぐ終わるし。そっか、もう次の動画でこのシリーズ完結だもんね。次は何旅やろっか。そうだね、今回行けて楽しかったし。じゃあ、最後の路線へ GO。最後の路線は相模線です。虫はワンマンカゴ初の乗車です。つってもこの動画の撮影日ワンマンカゴの10日目くらいだけど。205系とは全く違うよな。さて、乗りますか。最後の旅へ。なんか最後混じってなかった？次回、最終回、旅の終わりに相模線。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。